はい、ハンマー家の本家のハンマー岩尾先生です。で、国歌で歌われている君が代の岩尾という名前が私の名前で歌われておりますけれども、父もじいさんも同じ山に岩という厳しいという字ですね。本物の貴族なのでそれで歌われております。で、本物の王です。天皇とかイギリスエリザベス女王はみんなで選ばれた、昔選ばれた大統領みたいなものですね、と総領みたいなものですね、お坊さんの偉いのですね。で、本物の王女王ではありません。イギリスエリザベス女王とか天皇陛下とかいうのはね、大統領みんなが選んで、大統領みたいなもんです。で、私の本物貴族の王は本物の王です。私はね、本物ですね。また日本よりか古いです、私の場合ね。で、天皇家とイギリスエリザベス女王家っていうのはエリザベス女王家のが古いです。天皇家はだいぶ経ってからできたものです。それで、私とは古いんで、天皇よりか私は古いんで、本物の王なんで、本物の貴族ですね。なんで、イギリスエリザベス女王とは付き合いは天皇よりかもっと多いです、ね、昔からですね。それでまたイギリスエリザベス女王よりか私の方が古いんですね、本物なんで。で、彼女らか彼らはその昔に、自分で名前を作って、それでなってるものですね。それで選ばれて、やってるその天皇陛下とイギリスエリザベス女王ね、系ですね、になります。で、私の方が偉いです。本物の王で本物の貴族です。彼らは貴族は自分たちで、勝手になったものです。普通の人がなったわけです、昔ね。で、ただ大統領であるということは選ばれたものであるということですね。で、全然私の方が本物なんで偉いです。エリザベス女王よりか天皇陛下よりか偉いです。全然本物と一般との扱いになります。ただ人間たちが選んだものですね。だから人間たちでは偉いということでしておりますね。で、また本物の王、本物の貴族は人間たちは嫌いますね。自分たちで人間たちで作った代表で動かして自由になりたいということなんですね。天皇陛下もイギリスエリザベス王家も周りが動かしてやってるだけです、経営はね。エリザベス女王が経営してんじゃないんです。天皇陛下が経営してるんじゃなくて、住民のまとめでね、いいことをで話すということですね。その代表者という大統領みたいなもんですね、総理大臣みたいなもんです。本物の王は自己勝手です。自分の成長ね、私の成長が良ければ何でもいいということですね。悪いことだったら後で問題が起きてマイナスになっちゃうんでね、長期見てプラスになるということですね。ちゃんとね、そういう全然意味的に違いますね。で、ハンマー家の本家で、昔は本間家ですね。本間家は力関係でその時に追い出されているわけですね。で、本間家の本家でもあるわけです。で、またその昔にも名前が変わってます。本間家の前にも追い出されて弱い時ですね、本家としてね、代表者として名前のね、一番のボス、王様ということでね、なってます。で、大昔地球と
ね、太陽を私が育てて作ったんですけど、もっと古いです。SF 映画でいうように石棺と言い換える装置を発明して、宇宙戦争で殺されて、石棺も壊されて、地球と太陽をまた育てて、で現在人間からまた生まれてるということですね。血筋は私だけです。それで、資源を宇宙資源を取るんで、私という生命体は一人しか作ることは許されてません。宇宙条約といって、ね、人間たちと違ってたくさん子供を産んでね、っていうじゃなくて、もう遺伝子上、ね、私だけの、殺されてもその情報を集められて全部復元してます、言っておりますね。でまだ人間て、全体レベルの学問であるということですね。昔はもっと、今の人間たちの発明進んでるようですけど、1ミリの高さで、私どもでは1キロメートルも高い技術を持ってました。それで殺されました。ですから1ミリと USDJPY 下に1キロ、僕は這い上がるのはまだ大変なわけですね。まだ人間の中にいて1ミリの額しかないわけですね。殺されたから、ね、ただ知識では人間よりか上になってきて、勉強して成長してきておりますからね。で危ないんで、人間の高度な、人間が知った学問以上を覚え、情報を伝達で私の方のバンクからですね送られてこないというですね、勉強でね。その代わり私一人で人間全員の学問は全部一通り大事なものは覚えてしまう、覚えるまでに覚えるという課題があるんですね。でほぼ大体覚えてきましたけれども、ね、もうすぐ私は人間でいう還暦になるわけですね。今年で、ね、10月だね。ということです。本物貴族と天皇家とイギリスエリザベス女王家と私の違いですね。私は本物であるということですね。ただ自己勝手であるということ、ね、JBPJPY 庶民など